シンクロメッセージ。シンクロメッセージは皆様向けのキーワードです。心の天気予報。知っておけば対処もできる。慌てず騒がずに楽しむのが一番。すぐにピンとくる方、数日してから気づく方、忘れた頃だって OK です。本当に心が求めた時にシンクロは起こる。誰もが平等にメッセージを受け取ることができます。どれだけ心を敏感にしてキャッチするか、ただそれだけです。さあ、価値風水のエレメントグループ分けでお伝えしております。今度の日曜日からの1週間ですね。はい、ぜひ受け取ってくださいませ。火のグループ、情熱の星座、お羊座、獅子座、射手座ね、火のグループ多いんだよね。はい、はい、こちらのグループは、お、味方がないと思ってしまうかもしれません、うん、一人でゆっくりと考える時間を持ちましょう。なるほど、ね、なんだろう深いねさあ、地のグループ、安定の星座、お牛座、乙女座、ヤギ座、これ3つ目ですね、うん、はい、スピード調整しましょう。だって、お、答えはまだ先ですよ。せっかちだからね、私もね、まあ、12月もね、忙しいからね、師走な気分だからね、はい、まあ、ゆっくりゆっくり、答えはまだ先だそうですよ。はい、はい、風のグループ、伝達の星座、双子座、天秤座、水瓶座。びっくり、驚き、たくさんあるみたい。必要なものだと思ってくださいね。慌てないでね、うん、さあ、水のグループです。感情の星座、カニ座、サソリ座、魚座。こちらはいろいろなことが表に出る時期だって。逃げられませんよ、覚悟しなさいって、ね、なさいって。そう、でも覚悟すれば進めるもんね、うん、先にね。そうですよ、そう、しっかり心を決めて進みましょうということです。シンクロメッセージは心の軌道修正、お役に立てたら嬉しいクリスタルです。